はい、今回はゲームボーイアドバンス用の周辺機器、こいつです。センサーライトシールドと、名前だけ聞いてると何をしてくれるのか一瞬わけが分かんないんですが、まあとりあえずライトっぽいですね。ちょっとここにですね、会社名が書いてあります。サイバーガジェット、今でもあります。ここにどうやらライトがあるようですね。センサーということなので、センサーがどっかにある。あ、ここですね。ちょっと今夜ですのでしっかりと映らないので、こんな感じです。よくある行動電セルですね。これはよくある仕組みですよね。よくライトなんかでね、暗くなると光るというものがありますけども、ちょっとこのねセンサーライトシールド見ていきますけども、まずはバッテリー関係は単4電池1本で駆動してます。結構リーズナブルというかシンプルですね。あとここにスイッチがありますが、オフ、オート、オンの3段階ですね。お、白色 LED ですね。いよいよ豆電球ではなくて LED を使ったライトです。おお、なんか幻想的。お、今一瞬消えましたね。上の部分にセンサーがありますので、このようにですね、光を遮ってあげますと、LED が点灯しますといった感じですね。ちゃんとここにセンサーがあります。この辺がちょっと今までになかった、ライトボーイにはなかった新しい機能です。さらに、ここにボリュームがあります。お、暗くなった。なんと、明るさ調整できちゃうといった感じですね。これもなかなか場合によって便利なんでしょうか。うん、結構凝ってますね。ちょっとねスイッチ押すにはですね、指が太いときついかなと思いますけども、では早速ゲームボーイアドバンスに装着していきたいんですが、ライトボーイと同じくここのねネジのところにフックを引っ掛けます。フックというのはこの部分ですね。この2箇所、こいつをネジのちょっとへこんだ部分にもしゅっと突っ込んで、ガチャッとこのようにはめればあっさり装着完了です。シールドはこのことですね。液晶を保護するシールドにもなります。ようやくこの周辺機器の名前の意味が分かりました。なるほど、センサーライトシールドといったところですね。では装着した状態で LED をつけてみますけども、こんな感じで映ってますね。画面上ではちょっと反射しちゃってますが、実際自分で見てる限りはちょうどね反射の光が見えません。このねボリュームつまみでいろいろ調整できるのがどうなのかなといい感じだとは思いますけども、これちなみに閉じるとちゃんとねライト消えます。オートパワーオフみたいな感じですね。これはいいと思いますよね。やっぱゲームが終わるとパタッと蓋を閉じちゃってそのままっていうことが結構あると思うので、畳むと自動的に電源オフはいいアイディア。ではですね、ちょっとせっかくなんで暗くしないとあんまり意味がないので、電気を落としてみたいと思います。電気オフと、おお、一気に真っ暗ですね。こんな感じで映ります。いや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 、なかなかですね見えますね。思ったよりもクリア見えます。画面ではちょっとねやっぱLED の光が反射しちゃってますけども、実際自分で見てる限りはそれはですね映っていませんので、ゲームプレイに支障はない感じですね。でやっぱりこう光がこんだけ当たってるとですね、画面が非常に綺麗ですね。どうしてもアドバンス単体で太陽の光をもらってやってる場合はちょっとやっぱ薄暗いんですよね。せっかくの綺麗な液晶がもったいないんですが、このようなライトを使うとですね非常にクリアに映ります。いいですね。ライトボーイに比べてライトボーイって拡大鏡がついてるんですけど、そのレンズのせいでちょっとですねもやっとした感じがしちゃうんですが、
これは通常のね液晶画面がそのまま映ってますので綺麗です。でもう一つ比べてみたいのが先ほどから名前が出ていたライトボーイアドバンスなんですが、こいつですね。確かに見えますけどもどうでしょうかね。こちら麦球を使ったタイプですが、ちょっと暗めな感じなのと、レンズがある分だけ1枚フィルターを挟んでいる感じがしますね。その辺がやはりちょっと残念かなと。大きく見えてるらしいんですが、レンズに傷がついちゃってるのもあるんですが、ちょっとこうもやっとした感じがしちゃいますね。その点このねセンサーライトシールドはクリアです。どうでしょう、比較した感じ。何もない分クリアな感じがするんですが、こいつとこいつどうでしょう。個人的にはですね、このセンサーライトシールドかなり気に入りましたね。21世紀の2001年になってもまだねバックライト液晶を積むことができないながらも、実は1989年を皮切りにバックライトを搭載したゲーム機がね続々と実は登場していました。リンクスだったりゲームギアだったり PC エンジン GT です。圧倒的綺麗ですね。こちらもこれなんと1990年なんですけども、でもやっぱり致命的だったのはですね、単三電池6本で3時間しか駆動しないといった弱点があってですね、結局このね3機種はどれも普及することはなかったわけですが、まあ今思えばですね、こんなに綺麗な携帯ゲーム機が1990年にあったということがやはり驚きではあります。ただちょっと早すぎたか。はい、いかがだったでしょうか。センサーライトシールドでしたけども、任天堂公認ではないんですが非常によくできたアイテムだと思います。ただ今となってはですね、おそらくフロントライトだったりバックライトを自分で組み込む猛者もいますので、そういうことができる人はいらないとは思うんですが、シンプルに GBA をね明るくするにはおすすめです。ではまた。